こんにちはホビビデオです、えー、今回は、えー、まあ、その3で、えー、窓枠の上の方の窓をつけたんですけれども今回は、えー、その下の方の窓をつけようというところなんです。でもその前にね、えー、下の方の窓枠をつける前にシールヘッダーを、えー、先に、えー、つけようということですね。シールヘッダーって何それ もう知らない人がね、もう多分いっぱいいるんじゃないかと思います。知る人は知るっていうシルヘッダ、えー。これ旧型国電とかね、旧型客車とかね、まあこれは旧型近電っていうのかな。まあ近鉄のね、旧型電車。今、あの窓の下にね、ああいうふうにちょっと棒をつけてるんですけど、要は補強材ですね。で 補強材がね昔の電車はこういうふうに車体の外についてましたそんな感じでねその補強材のことを知るヘッダーっていうんですけれどもまあこれを先につけたいというのはねあのーえー、その3で窓枠の上段つけたんですけど上段の窓枠の下の方下段の方のところまでね真鍮の、えー、枠があります。 で、えー、今これ二重に見えてるっていうかそのね窓の下の方が結構、えー、真鍮が何重にもあるんですけどこれ柱のところまでねこういう風に判断を塗りましてそれで、えー、ここね、えー、窓の真鍮がね30ぐらいになるんでねシルヘッダーかさ入れると30ぐらいになるんでそこをね削りましてねあのー、1枚の。 1> 1枚ののっていうかその真鍮が三重になってるのをわ、えー、からないようにするということです。この柱のとこもね、えー、真鍮、えー、真鍮じゃない柱のとこもハンダを塗りましてでそこを削ってねで、えー、下段の窓枠をつけるついてないとこ状態では柱は二重に見えないようにするために、えー、こういうふうに。 先にシルヘッダーをつけてそれでえハンダを持って削りましてそれでえその後下段の窓枠をつけようということですまあそういう順序になるということですねまあ本当にねこのあの旧型の車両っていうのは本当大変ですよねこのシルヘッダーつ,つけるだけでもね まあこんな感じでね今窓の下の部分を削ってるんですけれどもまああそこがねあの1枚の板に見えるようにというようなことでね、えー、削っていますそのためにシルヘッダーを先につ、えー、けないといけないということですまあこんな感じで、えー、なりましたこのあとね、えー、窓枠つけるんですけどもう一つその前にすることがあります それからねシルヘッダーがねこのつま板の方まで回り込んでいるので、えー、こちらのね貫通ホロホロの枠を先にねハンダ付けをしてから、えー、シルヘッダーを付けることになりますまあこんな感じでねあつ、の、ま、ー、板の方までシルヘッダーの方がぐるっと回り込むような感じになっています まあ,あとはねまたこれ今度は下段の窓枠作ってるんですけれどもまあ真鍮側に穴開けて糸の子で窓を開けてまあ本当同じことの繰り返しですけどねまあ本当にこの旧型っていうのはもうちょっと大変な感じですまあこんな感じでえ下段の窓枠を作りましてでこれをハンダ付けしました ハンダ付け直後はね、こんな感じであの、ちょっとちっちゃめに切ってあるんで、だいぶちっちゃめに切ってるんですけれども、まあ、それで削ったらこういう感じになります。まあ、あのドアの右側は戸袋の窓なんで、えー、2段にはなっていません。それ以外のところ、えー、窓が2段の感じになっています。えー、これは窓上のヘッダーの方をハンダ付けしたところです。 まあだいたいね、あのー、このシルヘッダーをつけると割と旧型っていう感じがしてきましたね。今まではノーシルノーヘッダーの新型電車のような感じでした。それでね、この窓上のヘッダーはね、0.3ミリはちょっと分厚いんで、0.1ミリの真鍮板、もうペラペラのやつですけど、それをね、カッターナイフで切って貼りました。 次にねテールランプ、えー、テールランプのところを作りますテールランプは、えー、と太さ3ミリ直径3ミリ外径の直径が3ミリの、えー、真鍮のパイプを使うことにしましたまあこれちょっと回しながら切るんですけどもうまいことまっすぐ切れないんでまあ、適当に切って後でヤスリでまっすぐに削ろうと思っています えそれでえその3ミリの切ったパイプをハンダ付けします、まあ、パイプの中にね丸やすりを細い丸やすり入れましてそれ,でそれをね手で持ってうまく指示しながら曲がらないようにまっすぐにハンダ付けをしていきますああやってねやすりにちょっと3、えー、やすりに突っ込んでででまあ ヤスリを手で持ってね、それでハンダ付けをしします。えーっとね、直径三ミリの。 真鍮のパイプをハンダ付けしてそれで終わりかっていうとねあの近鉄の古い電車っていうのはこの丸いランプの下に四角い箱みたいなのがついてるんですよね。でまあ詳しいことは分かりませんけれどもその箱の中に、えー、電球が入ってるんじゃないかと思います。 で、えー、これもあの戦闘になる場合は列車種別にも、えー、使ってまして右側がついてるときは進行方向に向かって右側ついてるときは急行左がついてるときは準急確定は何もついてない特急は右左両方ついてるとかいうふうなね近鉄はなんかそんなふうにやってるみたいなんであのまあ列車種別と テールランプ黄色にしたり赤にしたり切り替えができるようになってるのかなっていうのはあの思いますまあそんなわけでねあのこの車両はねあの中間につなぐ予定なんでヘッドライトテールライト一切つける予定はありませんただねあの形がねそういう形をしてるんで今それを作りたいと思いますまあ今しそのね1ミリのね真鍮板を使ってそれを 作ろうと思います今 1mm の真鍮板を細く切ったんですけれどもこれをね、あのー、さっきの丸い、えー、真鍮パイプの下にハンダ付けをして作りたいと思います。 まあこんな感じですね左側の車両は、えー、かまあ、テールランプ完成ということですえ次に雨問いをつけます雨問いはね0.8ミリの真鍮線だったかな、えー、これを使って雨問いをつけていきますまあ、この車両は張り上げ屋根なので、えー、まあ、ちょっとねああいう感じのところに 今ハンダを並べてるんですけれどもまあああいう感じで雨問いをつけていきたいと思いますまあ私もね張り上げ屋根の車両を作るは今回が初めてでねこれまで作ったのがやっぱりキハ80これ張り上げ屋根じゃないしまあキハ58とか作ればねああまあ経験はあったんですけどこれ初めての経験なんでまあ こんな風にすればいいのかなっていうのでねまあやっていますまあ今回はこれで終わりたいと思います次はね床板作成の方から始めたいと思いますそれではさようなら